うわー、これできる、あー、これできる、うわ、100万円ですね。え、マジっすかこれ、はい、今日のお店は、はい、重曹のセックスバトルコロシアムです。だからなるべく経費を削減したいんですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。黒さん、これ、はい、本物ですかとかそういう反応してくださいよ。え、驚きすぎてですよ、逆に。あの、できるかいやって話ですよ。いやいやいや、いや、あんまり見ることないんですよね、なかなか。うわー、これできる、あー、これできる、うわ、100万円ですね。え、マジですかこれ、はい、これが噂の100万円。はあ、こんな感じなんですね。これ、そのね、はいはいはい、僕と相撲して、はい、勝ったらその100万円あげるって言ったらやりますか。やります。なんですかこれ。どうですか、相撲。いやいやいや、悔しさがね、ありますよね、これは。なぜ負けたんですかね、もう。いや、小田さん、はいはい、これがね、今回の企画です。なんですかそれ。着きました、重曹。その相撲、残念でしたね。なんですか、あの勝負。あれで勝ったほんまに100万円くれたんですか、逆に言うと。いや、もちろんそれ払いました。マジですか。いや、ちなみにね、はい、YouTuber って意外にお金かかるんですよ。あ、はい、してました。あ、いや、あんまり意識したことなかったです。僕らの動画だったら大体1本あたり5000円から1万5000円ぐらいなんですよね、経費が。ああ、はいはい。で、まあ、ラファエルも言ってたんですよ。ああ、はい、金と企画さえかければ誰でもバズることができるっつってね。あ、そうなんですか。で、車1回爆発させたんですよ。はいはいはい。まあ、車なんか爆発させたら誰でもバズるからっつってね。 YouTube って簡単にアップロードできますけど、はいはい、じゃあ果たしてそれがバズるかどうかって言ったらなかなか難しいじゃないですか。まあそうですね。なんやかんやお金かかるんですよね。はい。もう僕らみたいな底辺 YouTuber でも5000から1万5000かかってるわけですから。まあそうです。なおかつですよ、はい、私たちは年末に遠征を控えてるんですよ。だからなるべく経費を削減したいんですよね。おお、はい、経費削減、はい、そうですね、はい、ということで、はい、今日のお店は、はい、重曹のセックスバトルコロシアムです。はい。え、で、まあ、システムはちょっと画面の方に貼っとくんで。あ、まあ私見れないやつですね。そうです。まあ、簡単に言うとプレイ料金プラス掛け金を払って、はいはい、何分以内かに行かなければお金が返ってきたりとか、その時間帯に行ったら女の子に全額没収されるとか、まあ、なんかいろいろルールがあるみたいです。あ、バトルなんですね。そうです、バトルなんですよ。本来はおそらく6000円かかるんですけど、はいはい、桑田さんの力で3000円で1本動画を作ってほしいんですよね。3000円で1本の動画を作る。はい、ということで早速電話してみましょう。はい、わかりました。電話の方を私ですか。私ですよ。あ、そう、わかりました。了解です。かしこまりました。では電話。長すぎてもダメです。短くすぎてもダメです。わかりました。もう言うたらちょうどいいところを狙わないといけない。そうそう、確かね、15分ぐらいやったと思う。15分ですか。あ、15分か。なんとかなりそうですね。頼むよ、経費削減のために。はい、頑張ります。あんなに頑張んないといけないんですよ。出へん。電話受付時間外らしいです。まさかの休み。まさかの出直し。出直しですね。はい、取り直しやってきました。お疲れ様です。取り直しですか。はい。すいません、あのちょっとフリーで入りたいんですけど、行けます？どうです。あ、どうです。どうでしたか。いや、あのまあ割と良かったというか。割と。内容はどんな感じだったんですか。いや、内容はバトルという名にふさわしい、はい、手とあそこの勝負という感じだった。
手こきなんや。手こきですね。はいはい、どんな方でした？正直普通ですね。まあ、はいはいはい、30ちょっとぐらいかなみたいな感じで、はい、また桑田さんの好きな熟女。ハーフ熟女ですね、いわゆる。ハーフ熟女かなっていう。なんか SM 店と姉妹店なんよね。あ、そうなんですか。え、いや知らないですよ。いや、そもそも まあ、あのここ、まあ、取り直しですけど情報知れてないですから、ね。はい、なるほど。そこからなんか応援できてるみたいですよ。あ、そうですか。はい、女王様気質みたいなのはなかったんですか。女王様気質みたいなのはまあないですかね。そこ普通やったんや。で、まあ今回もスプラッシュと。まあ、じゃあスプラッシュはできましたからね。まあスプラッシュはしましたよ。じゃあ本題ですが、あ、はい、いくら買ってきましたか。いや、あの、申し訳ない、すいません。始まって3、4分でスプラッシュしちゃいました。いや、ゼロ。今回のテーマ分かってる？経費削減ですね。経費削減、はい、戻さないで、ね、ゼロゼロ。あのね、この間のね、ふざけてんの？いや、すいません。それやらかしてしまいました。楽しみすぎて。もう一回聞きますけど、ゼロ。はい、すいません。ふざけてたやろ。ふざけてないです。あの、真剣勝負です。真剣にバトルした結果惨敗しました。すいません。わかりました、はい。じゃあ、あなたにとって地獄とは、はい、あなたにとって地獄とは。地獄、芥川龍之介。まあその意味はね、はい、近々わかることになります。まあその意味はね、近々わかることになります。あなたにとって地獄とは。地獄とは。